サムラ塾のことです。こちらの動画ではですね、塾生がなぜ簿記を勉強したのか、そして、合格したメリットは何なのかというですね、お話をしています。はい、ではいきますね。今回は111回の日商簿記検定の3級ですね。こちらの話します。まずは1人目、愛さんですね。女性です。当時20代後半ですかね、の女性でした。で、彼女はですね、簿記を勉強した理由は、まあ、初級訓練にね、いらっしゃってたんで、まあ、就職をしたいということでしたけども、ちょっとね、僕の授業を受けてる時にですね、妊婦さんだったんですね。で、まあ、3級取ってね、まあ、2級まで取りたいと、ね、出産しちゃったらね、家庭の方にもずっとね、入り浸りですからね、働くことできませんから基本的にね、したがって、子供はね、ある程度ちょっと大きくなったらね、また社会復帰すぐできるようにということで、一応準備段階として、日商簿記最低2級までね、取りたいというふうに、おっしゃってましたね。はい。で、まあ3級一生懸命初級で勉強しましたね。で、2級その後ね、勉強したいんですよということをね、おっしゃってましたけどね、まあ、ちょうどね、2級が始まる頃にね、ちょっと陣痛が来ましてね、ご出産されるということになりましたんで、まあ、2級講座のね、50個はまあ断念というふうにされたんですけどね、まあ、3級は合格しましたね。出産後もね、すぐに、その資格があったからね、簿記の日商3級ってね、資格がありましたから、あ、まあもちろん2級持ってた方がね、一番いいですけどね、まあ3級でもね、すぐ社会復帰ができると、ね、まあ、特にね、女性は社会復帰すぐできます。この日商簿記2級3級持ってる、実務経験が仮になくてもね、結構すぐに社会復帰できます、ね、そういった資格をまあ取りたいと、ね、いうことで勉強されてね、そのメリット、合格のメリットね、それもきちんと享受されてね、幸せな結婚と、あと幸せなお子さんと、ね、あとは幸せな社会復帰ですね、こちらの方を成し遂げた彼女でしたね。はい、では以上です。